川崎の侍鬼キープの腕 YouTube フットボールアカデミーアスリートパフォーマンス解析編 YouTube フットボールアカデミーアカデミーディレクターの怪我人です。今回は2018年 J リーグ MVP を獲得したこの男家永昭弘選手についてお話ししたいと思います。家永選手の経歴を簡単に触れていきましょう。1986年6月13日生まれ、34歳、小学校長岡京サッカースポーツ少年団に入団、中学校はガンバ大阪のジュニアユースに所属、高校もそのままガンバ大阪ユースへの昇格を果たし、卒業後はガンバ大阪トップチームへ加入。2008年から2009年大分トリニータへ期限付き移籍をしています。2010年ですね、セレッソ大阪に期限付き移籍をしています。そして2011年から13年マジョルカへ移籍しています。2012年、ウルサンヒョンデへ期限付き移籍、2013年ガンバ大阪へ期限付き移籍として帰ってきます。そして2014年から16年大宮アルディージャへの加入を果たします。そして2017年から2020年川崎フロンターレに移籍して活躍をしております。こんな感じでしょうか。それではプレー解説に行ってみましょう。1. 胸プッシュ。家永選手はボールキープの時腕をうまく使っているんです。具体的に言うと、相手の胸の中心に手を当ててプッシュして相手を抑え込んでいるんです。この胸の中央を押す、そうすることで相手の動きを封じることができます。人の体には中心軸があります。軸を中心に体をひねることができるのです。そのために肩や腕を押しても体の回線によって力を逃がされてしまいます。逆に人間は中心軸を押されると力を逃しきることができません。そのために動きを封じられてしまうんです。ボールキープで相手の胸の中心もしくはそのやや上を手で押さえると相手は間合いに入ってこれなくなります。家永選手はこの胸プッシュによって常に自分のプレーエリアを確保しているんです。あくまで抑えるためです。スポーツマンシップにのっとってフェアプレーを心がけましょう。はい、それでは家永選手のプレー動画いってみましょう。胸プッシュですね。ここで相手の胸をプッシュしまくってプレーエリア確保。これは多分おそらくファールになってしまったんじゃないかなって思うんですけれども、もう胸にずっと手を当てて相手全然入ってこれてないんですよ。やっぱり胸を押されるとね、ディフェンダーってね、重心を傾けられなくなるんで、周りに入ってこれないです。これはおそらくファールですね。まあでもこんな感じです。次も行ってみましょう。レッズ戦ですね。ここ橋岡選手からボールを車谷選手が奪って、稲垣選手強いっすね。でここで長澤選手来ても負けずと、でこの後ですね、橋岡選手の胸のところに手を置いてるんですよ。スローで行ってみましょうか。まず長澤選手が来た時にストップします。ここが、この時点で稲垣選手はもうナチュラルに長澤選手の胸に手を当てられてるんですよ。これっていうのは普段から意識してプレーしてるからこそもうできることだと思います。やっぱり無意識にできるって強いですよね。でここから、橋岡選手がもう取り返しに行きます。でこの時もストップです。この時も胸に家永選手手を置いてますよね。それによって橋岡選手の体勢が起き上がっちゃってるんですよ。起き上がっちゃってることによって全然前に入ってこれないっていう。家永選手やっぱ強いですね。ここら辺若干ここら辺でね、服引っ張ってるんですけど、まあそれはうまく審判から見えないところでやってます。2. ふんわりハイクロス。家永選手はサイドで縦で抜け出した時にふんわりとしたクロスでアシストやチャンスメイクをしているシーンをよく見かけます。なぜこれが効果的なのか、それをお話ししたいと思います。家永選手がふんわりハイクロスを上げる時、それはゴールライン付近まで抜け出した時なんです。基本的にサッカー選手はボールを見ます。これって当たり前ですよね。家永選手のようにゴールライン付近まで来た体で考えてみましょう。相手ディフェンダーやゴールキーパーの視線はボールを向きます。そのためファーサイドは多くの選手の死角となるのです。その死角にボールを供給するのにふんわりハイクロスはうってつけなんです。さらに自分の頭上を通過するボールっていうのはディフェンダーも対応しづらいんです。そのためふんわりハイクロスはニアにいるディフェンダーを無力化します。加えてふんわりハイクロスは走り込んでくる味方がタイミングを合わせやすいんです。相手には対応しづらく味方には合わせやすい。これが家永選手のふんわりハイクロスなんです。ただ勢いよく突破した直後などはふんわりハイクロスを
マイナス気味に上げるのは難しいです。コツとしては軸足の設置時間をできるだけ短くすることです。それでは動画に行ってみましょう。ふんわりクロスです。抜け出してふんわりクロスで、上り坂選手が合わせる。別の角度から行ってみましょう。オフサイドないですね。でここから家永選手が抜け出してファーの上り坂選手に合わせると。ではスローで行ってみましょうか。ストップしまーす。ストップ。この時に名古屋のディフェンダーの選手目線を見てください。全員この家永選手の方に視線が向いてると思うんですよ。ってことは、まあ、ファーサイドのこの上り坂選手っていうのは誰にも見れてないんですよ。ってことでふんわりハイクロスによってこの全員のディフェンダーを無効化して上り坂選手に合わせてるんです。再生します。ふんわりハイクロス上げます。もうみんなファーサイド見えてないですよね。でドフリーでヘディング、まあ、これディフェンダー丸山選手ですかね。ナイスディフェンスです。別の角度からストップです。でディフェンダーっていうのは戻りながらディフェンスするのってかなり難易度高いんですよ。この時点でもうすでに不利な体勢が一つ作れてます。かつ再生します。視線が全員こうやって向いてることによってファーサイドがフリーになる。さらにファーサイドの選手にとってもこういったボールってマジで合わせやすいです。ナイスディフェンスです。次札幌戦ですね。裏に抜け出した家永選手がクロス。これ小林選手かな、脇坂選手かな、まあ、これうまく合わせるんですけど、スローでいってみましょう。ストップです。この時点でもう札幌の選手全員ここに視線向いてるじゃないですか。この時点でもうファーサイドのこの選手だったり脇坂選手のことが見づらくなってるんですよ。再生します。それによってこの動き直したのは脇坂選手についていくことができずに合わせられてるって感じですね。別角度からいってみましょう。さらにストップなんですけど、この後の家永選手の右足、軸足に注目してほしいです。こうついた直後に設置時間短くしてるんですよ。それによってこういったひねる難しいクロスでも上げやすくしています。再生します。すぐ軸足離してます。そうですね。で次の動画行ってみましょう。これもふんわりハイクロスからズドン。小林優選手こういうの得意ですよね。縦に突破してふんわりハイクロス、これにズドン。スローで行ってみましょうか。ここでストップです。この時点で牧野選手、小林優選手のマークもう見失っちゃってるんですよ。まあ小林選手の動き出すタイミングだったり相手の視線を読む力だったりっていうのがすごいんですけど、それによってかつも他の選手もボールウォッチャーになってるんで、まあファーサイド当然空いてきますよねっていう、そこに家永選手がふんわりハイクロス放り込むことによって、まあドフリーで合わせやすいボールでズドンといけちゃうわけです。別角度からいってみましょう。この時はまだ牧野選手マークつけてるじゃないですか。再生します。ここで牧野選手も見失っちゃってるんですよ。でかつ全員ボールウォッチャーになってるんで、そこをまあ家永選手と多分練習から共有してると思うんですけど、ふんわりハイクロス、これによってファーサイド、ガラ空きのファーサイドからズドン。でふんわりハイクロスは特にファーサイド狙うといいかもしれませんね。以上です。今回の動画では家永選手の胸プッシュ、ふんわりハイクロス、以上2点をお話しさせていただきました。これを見たアカデミー生はぜひとも今後のプレーの参考にしてくれ。この動画がいいなって思ったらチャンネル登録ボタンと高評価ボタンをよろしくお願いします。他にも解説してほしい選手がいたらぜひコメント欄にコメントの方をよろしくお願いします。以上、今日の YouTube フットボールアカデミーでした。